さあ、で始まりました。アマテチャンネルです。さあ、2024年度第1回英検1級行われましたね。今回はその要約問題と語彙問題の分析していきたいと思います。はい、今回も英検学習の最強アプリ、ディタタンさんの提供でお送りしたいと思います。はい、受けた皆さんお疲れ様でした。どうだったかぜひ感想をお聞かせください。やっぱり要約問題は他の級とやっぱ違いますよね。そもそも文章の構成が違うっていう感じになります。2級とか11級はもう明らかにわかるわけじゃないですか。トピックがあって、それの良い点、悪い点ですけど、そんな風になってないですね、1級はね。まあサンプル問題よりはわかりやすかったかなと思いますけど、ぜひどうだったか感想をお聞かせいただけたらなと思いますね。1級受験者のレベルとしてはどうなのかっていうのを知りたいですね。トピックとしては人口の集中ですね。都市部への人口集中っていうのがトピックで、そう、アドバンテージじゃなかったね。この第二段落にポイントがあるわけですが、そこディスアドバンテージというか良くない点がありましたよね。まあまあ土地に関することが多かったと思うんですけど、でそのよろしくない点が載ってて、で第三段落にその対策が出ているわけですね。埋め立て地でしたよね。レクラメーションっていうのが出てたと思うんですけど、こういう解決があるんだよみたいなんで行くのかなと思いきや、その埋め立て地にも問題があるんだっていう、さらにその解決策の問題点っていうのが述べられていたので、ああなるほどって思いましたね。まあこれをだから論理的に書かなきゃいけないわけですよね。トピックがあり、でそれの問題点で、問題を解決するにはこういう風にする方法がありますよ、ただしそれにもこういった問題点があるといったような論理的な流れを示さなきゃいけないっていう感じだったと思います。はい。で時間ですね、特に知りたいのはどうでした。やっぱその読解なくなったのと単語問題なくなったので賄えるぐらいでした、それともやっぱ時間きつかったですか。ぜひともその辺のことを教えてください。はい、それでは単語見ていきましょう。まず最初がグリッチですね。コンピューターのバグとかでよく使う表現ですね。3回目の出題で3回正解ということで、もう 100% ですね。で次がセダンタリーね、このセダンタリーライフとかっていうやつです。あ、この後ね、動画にはしてないんですけど、私出たたそのままこうやってやってたんですよ。そしたら出てきてましたね、これね。よく使いますよね、このずっと座りっぱなしとかさ、運動しないとかっていうのでよく。はい、5回目の出題で3回正解になってますね。次はフォージュリーですね。まあ偽造とかっていう時に使うですね、動詞のフォージなんていうのもありますが、5回目の出題で3回正解になる。これもよく出てくるね。次がアナウメント。あ、これね、はい。まあ、日常見かけはするけど、こう無効になっちゃうとかね、いう時に使うですね。この否定、now っていうのがゼロを表しますからね。はい、3回目の出題で初めての正解。で、次が humdrum ですね。平凡なとかっていうやつでね。はい、1回目の出題で初めての正解。まあ、退屈だって、田舎が退屈だっていう文脈で出てましたね。へぇ、これも初めて、初登場で初めてなんだ。次は worse です。ね、はい、もう容赦ないよみたいなね時に使うやつですけど、それが2回目の出題で初めての正解でした。おお、初めての正解多いね。次がクリキッシュ。ああ、これは英検では出たことないんじゃない。ああ、やっぱそうですね、1回目の出題で初めての正解っていうので、そう、排他的なとかっていう意味ですね。ただクリーク自体は過去に出てるんだよね、この徒党っていうのね、他とはこう交わらないっていうやつなんですけど、この問題が一番難しかったと思いますね。はい、次はハンパー。4回目の出題で初めての成果。これもじゃん。もう一体何回初めてが出てくるんだろう。こう何かをね、防ぐ的なやつですよね。次がコンソート。あ、こんなんでるね。コンソートウィズで出てたよね。誰々とその付き合うっていうね、そういう人たちとの付き合いをやめなさいみたいですね。2回目の出題で初めての成果。ほら、初めての正解がすごいじゃん。6個連続ですよ。6連続で初めて正解です。これは珍しいね。次がマージナリーですね。はい、4回目の出題で4回正解必ずですね。はい、まあマージナルっていう形容詞が有名ですけど、マージナリーって言って、今回は比較級と一緒に出てましたね。だから差がちょっとだけしかないっていうのを表してましたね。次はコンテンシアスですね。はい、まあこれ対立したりこう揉め事的なのによく出てくるやつですけど、意見がこうぶつかるので覚えやすい、コンテンド覚えてる人も多いんじゃないかなと思うんでね。5回目の出題で3回正解で、次がカナサーってやつですね。はい、これを紹介してるんじゃないかな、鑑定家というか専門っていうのも、過去の動画に出てると思いますね。2回目の出題で2回正解ですね。で次がラークですね。はい、4回目の出題で2回正解。これも格好動画出てますよね。で次はベノマス。はい、毒がベノムですからね。まあ映画ベノムありますからちょっと有名になってるかなと思いますね。3回目の出題で、2回正解になってます。続いてがバッチですね。動かすとか動く
ってやつですね。今回何でしたっけ、引き出しだっけ、引き出しがなんか動かんみたいなんで出てたと思いますけど、4回目の時代で、2回正解で、次はインサーマントボーっていうので、こう乗り越えられないってやつですね。まあ、これもよく出てきますね、英検ね。4回目の時代で3回正解で、次がディターレですね。はい、5回目の時代で5回正解、おお、いつも正解になってるわけですね。これディターですからね、防ぐわけですよ。これはまあ難関大学とかでも大事になってきますね。この抑止力、抑止になるものっていうので出てくることがありますね。続いてが、グラッですね。はあ、こんなのも出るんだね。過剰供給と言われるやつですけど、はい、3回目の出題で、あ、3回とも正解になってる。今のところ 100% ですよね。で、これは結構難しいかなと思いますね。で、こっからが、熟語になりますね。ピーターアウト、あ、ピーターアウトで、これ、どんどんこう、なくなっていくってやつですね。これも多分過去に正解してるよね。5回目の出題で2回正解。続いて20番がバレーンですね。はい、間にこう、挟まってくるやつですね。バットお尻ですから。ヒップアタックしてるイメージで覚えましたよ。まあ、よく使ってたんで、アメリカいる時にね。はい、よく聞く表現でした。3回目の出題で3回正解。100% ですね。続いて、スタンドインね、4回出題して、初めての正解。おお、初めてですね。まだスタンドインフォーが有名ですね。代わりにやるっていう感じで、次が put in for、 この申請するとか要請するみたいなやつですけど、4回目の出題で2回正解という感じでございました。受けた皆さんどうだったでしたか？初めて出てきたのが結構あったんで、ただまあデタタにはね、この20は、はい、掲載されていましたから、そしてまあデタタに新しくこうやって進出のものもどんどんと加わっていきますからね。はい、それではデタタンをやっていきたいと思いますね。はい、じゃあ今回は形容詞いきましょう。Lucrative. Adept. Pristine. は何にもない。はい、Sporadic. 時々起こる。Oblivious. ああ、これはね、よく映画とかにも出てきますけど。Lethargic. Astute. は抜け目ない。Prolific. は多産。Ulterior. Adamant. 断固。はい、こんな感じで見ることができて、 D ボタンを押すとですね、データ、これどれだけ出題されたかっていうのを見ることができるわけですね。そう、何回出ててっていうね。で、しかも1級だけじゃなくて準1級のデータも見れますよね。さらにはこういう風にですね、様々なアプリに飛ぶことできるんですよ。僕は物書き堂の辞書あるんで、そこで行けばこうやって Lethargic っていうのが出てきますね。眠い、気だるい、無気力なとかね、昏睡のスラギッシュって言っていろんなの見れますし、さらにいろんなところに飛べるんですが、自分自身はこのユーグリッシュが好きなんで、ユーグリッシュに行けば動画でどういう風に使われるか見れるんですよね。 Impassive, sluggish, lethargic, placid, calm, mellow。 動かない的な形容詞が並んでましたけど、 When we feel lethargic, we keep putting on weight. Participating, they're not engaging, they're lethargic。Not engaging の意味なんだなとかっていうのも分かりますね。 Making you lethargic. It makes you almost like a zombie walking around. っていう風に、あ、ゾンビが walking around してるような、これを lethargic って言うんだなとかっていうのが分かるわけなんですよ。この検索すごく役立ちますよね。はい、こんな感じですね。ぜひともね、出たたんで語彙力をアップして英検1級の試験に臨んでもらえればいいんじゃないかなと思いますね。まああとはやっぱり単語オタクの人ですよね。もう英検1級に出てくるレベルの単語をマスターしたいっていう人は、ぜひともこの出たたん使ってやってみてもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、ぜひ概要欄からチェックしてみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。